ニュースポストセブンです。バラ色の弁護士生活が始まります。3度目のニューヨーク州司法試験に合格した小室圭さん、今後は弁護士として多忙を極める日々になります。その一方で心配の声が絶えなかった収入面は安泰のようです。法務助手の年収は600万円前後とされ、これまでは生活費のために眞子さんの貯金を取り崩しているとも言われていた小室さん、正式に弁護士となれば1年目でも年収はおよそ2000万円を超えると見られています。ニューヨークで暮らすための経済的な基盤は整いつつあるようです。ニュースポストセブン。